じゃあちょっとあの時間もあるですが、すいません。お人がどうぞ。ちょっとお人もずつ、ね、あ、変えますか。ああ、どうぞどうぞどうぞ。あと2本。はい。いや、ありがとうございます。大将、今すごい走り書きで申し訳ないんですけれども。どうもありがとうございます。はい、他の方には郵送します。あ、そうですか。はい。はい、じゃあ、ちょっとじゃあお話の前に、今ですね、こう入選、あ、入選なんですね。いや、おめでとうございます。ということで、こういうお手紙が、明日発送というふうになってます。どうぞよろしくお願いします。日付が嘘になってます。はい。よろしくお願いします。じゃあ、ちょっとお人、声ずつ、よろしくお願いします。まあ、今日はどんな写真が出てるかと思って、それを参考にしたいなと思って、で伺いました。で、先ほど、代表さんが言われたようなことを、まあ、参考にして、撮っていきたいと思って、大変参考になりまして、ありがとうございました。どうも。本日はどうもありがとうございました。じゃあ、どうぞ。こちらが2枚。ああ、そうですか。新聞です。よろしくお願いします。特に、何も言うことない。一つだけね、もしかしたらこの入選の方、モデルが約 80% なんですよね。さっきあの方が言われたようにね。何が 80% ですか。このモデル中心が。ああ、なるほどなるほど。それここでね、はいはい、私も最初になんか真っ白の色っていうのが一番最初の文句あるんですよね。はい、だからそちらの方がね、ちょっと私知らないんですけど、言われたようにもしかしたら、はい、このモデルが 40% ぐらいでね、あとめっちゃ書いてる文化財とか街並み、結局そんなような方も、もしあったらちょっと書いていただければいいかなと思って。あ、なるほど。うん、はい、モデルでしたら、今、長野の方でもね、モデルもやってますからね。もしかできたら 40% ぐらいに抑えていただいて、やって、ね、はい。ありがとうございます。文化財決して言い訳ではないんですが、その選ばせていただく中でね、そうそう、一例でですね、それ分かります。こういうものを入ってるものっていうふうな選び方はしておるんですけどね、文化財そのものの写真とは確かにね、浮かれるんですから、こういうのもまた皆さんにもご応募いただけるありがとうございます。ピアンして、どうぞ。どうぞ。大変皆さん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。今日正直言って来るのに、いや見ようかな来ようかなって半信半疑で何か言って入学試験の発表に今日は行くような気分で来たんで、何かさっきいろいろ選んでいただくのを拝見いたしまして、来てよかったなと、こういう形で選んでいただいて、私はまあ先ほどその特選一つと入選一つと二つも賞をいただいた時に申し訳ない気持ちでいっぱいですが、まあ、ありがとうございました。また次回も松代の方に足を向けてまた頑張ってみたいかと、そんなように思いますが、今日はありがとうございます。私もちょっとぼーっとしましたが、母さんにこう特選のね、いやおめでとうございます。あ、そんな私で全く私もそれですから結びつかないでいるもんで、おめでとう。ちょっと17日にまた言わせたよろしくお願いします。どうぞ。はい、今回初めて、こういう催し、されるということで参加させていただきました。いろいろこう皆さんのね、作詞を見て、私どもはこういう書店、残念ながら今回は取らなかったんですけど、書店ここにありますけど、いやいろいろこう参考になることがありました。今後また勉強してですね、もっともっといいものを取って、上位に入るように頑張りたいと思います。ありがとうございました。どうぞ。初めて撮影会に参加されたというような。はい、撮影会に初めて参加させていただいて、今日もこういった公開、審査があるということで、貴重な体験をさせていただきました。ありがとうございました。私どもはこう取って応募するだけということになってしまうんですけれども、このフォトコンテストを、主催する側として、そのいろいろ写真の整理だったり、今日のように、先生方が選ぶのもすごい大変な作業なんだなというところで、そのコンテストを開催されている、裏方というか主催者側の苦労があって成り立っているんだなということを実感させていただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあどうぞ。
最初楽しむつもりで落ちてもいいやって勉強のつもりで来たんですけど、いざこう自分の作品の目の前に先生たちが並べられるとちょっとやっぱ心臓バクバクして緊張してしまいました。またレベルの高さを改めて知ったので、また身を引き締めて取りたいなと思っています。またよろしくお願いします。どうもありがとうございました。じゃあ今それぞれお話を伺いました。こんなことでよろしいでしょうかね。はい、それでちょっと私、審査員をねお金出して5万円10万円払って何回もやってきてるんです。もう30回ぐらいやってるんです。でそこで感じたことはね、皆さんもそうだと思うんですが、 A という審査員が来ますとね、まず自分で撮ったことのある写真で自分のあれってのありますね。そこで選んでいくものですから、違った写真っていうのはほとんど入らないですね。それ今度他の人にやると今度逆になっちゃう。これはね、その先生が悪い。それでは、それは今度入賞されたですね、作品を持っていただいています。お名前をお願いします。宮崎です。宮崎さん、毎年たくさん確か、ね、応募いただいてますね。またおめでとうございます。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。すいません、作品ちょっと持っていただいていいですか。そうですか。はい、すいません。はい、じゃあ作品を、はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。お名前をお願いいたします。清水進です。清水進さんですか、どうもおめでとうございました。はい、また松代のいろいろな写真をこれからも撮っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。ぜひまた松代で足を運んで、はい、写真を撮りたいと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。入選されたんですね。どうぞ、すいません、作品持っていただいて。特選、特選おめでとうございます。お名前をお願いします。川田幸寛です。川田さんですか。はい、はい、ありがとうございました。この写真コンテストの入賞はどう、今まではいかがでしたか。今までも毎年、去年も特選入ってます。そうですか、毎年ご応募いただいてありがとうございます。またこれからもいろいろ写真を撮っていただきたいと思います。ご調整よろしくお願いします。本当におめでとうございました。ありがとうございました。本当におめでとうございました。ありがとうございました。おめでとうございました。よろしくお願いします。あ、どうもありがとうございました。無事写真コンテンツとの審査会が終わりました。あ、じゃあありますので、今度の表彰式推薦といういわゆる一等賞がこちらです。モデルの篠崎さん、そうですね、篠崎さんの笑顔がとっても素敵ですね。それからこの樋口家住宅の竹のところで撮った緑がまたとってもいいですね。はい、どうもスタッフの皆さん、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。最後にこのいいモデルをいつもね、はい、用意したいですが、はい、今年は本当に良かったです。そうですか、はい、良かったです。ありがとうございました。そうモデル持っているところを撮ってもらって、はい、たまには、あ、そうですね、はい、どうも、はい、そうですね、はい、じゃあ斉藤さんと一緒に撮るか、はい、一緒に撮るか、どうぞどうぞ、はい、上着着てなくて、いやいや、じゃあこれはちょっとご苦労されてる、どうも本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。